ヨゼフ・ブルシクは、チェコスロバキアの軍人。少々。カード・ウィズ・フォトス・オブ・キャップド、セルゲイ・ペトラス・キャップド、ジョゼフ・バーシック、フォトグラフ・テイクン・デューリング、エー・ミリタリー・パレード・イオ・ストラバ、イン・1945、チェコ人。ドイツによる、チェコ併合後、1939年に、ポーランドに移住。第二次世界大戦勃発後、 ソ連に渡りチェコスロバキア人部隊に加わった。1942年、ルドビークスボボーダ大佐の第一、独立チェコスロバキア大隊に入隊。戦車中隊長として、キエフの戦いに参加。1943年11月5日、ブルシクの T-34 中隊は、キエフ市内に突入し、1600までに、ボリシェビキ工場に進出した。この際、 現地女性より、ドイツ軍人地の家庭を通報され、登場者、G 種下で敵の対戦者器を沈黙させ、工場のダッシュに貢献した。この功績により、1943年12月21日、ブルシクに、ソ連邦英雄称号とレーニン勲章が授与された。その後、ベーラやチェイコフィ、ジャシコフを転戦。1944年春に創設された第一。 チェコスロバキア軍団において、カルバチアドゥクリン作戦に参加し、スロバキア、モラビアで戦い、チェコスロバキアを解放した。第一チェコスロバキア戦車旅団、第二戦車大隊長、隊員として終戦を迎えた。1948年から1949年、ブルシクは政治的理由により、禁庫刑を言い渡されたが、脱走に成功し、イギリスに亡命した。 1990年、ビロード革命後、名誉回復され、少々に昇進した。2002年6月30日、イギリスのノーザンプトンで死去。ソ連邦英雄。レーニン勲章、赤星勲章を受賞。ありがとうございます。